皆さんこんにちは、平野由紀子です。この動画は入門から初級に進むためのピアノを勉強しているすべての皆さんが普段のレッスンにプラスして曲を選んだり、ちょっとここが難しいなっていう時にそれを乗り越えるための何かヒントになればいいなと思ってお送りしています。使用している楽譜については概要欄に載せてありますので、ぜひご参考になさってください。また、こんな曲を取り上げてほしいなとか、こんな素敵な曲がありますよなど、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。コメント欄に自由にお書きください。それでは今日もレッスンを始めましょう。今日練習する曲は草けいばっていう曲だよ。じゃあまず弾いてみるね。走ってるみたいな元気な曲だね。この曲のポイントはまず最初2つの音にスラーがかかった弾き方だよ。最初の音がちょっとだけ重くて、2つ目の音が軽くなる。最初の音がちょっと重くて、最初が黒鍵から始まるから難しいけど、ちょっとだけ手首を下げて、2つ目の音で軽くなるといいね。もう1個は真ん中のパートで弾いていたのが次のフレーズになった時、1オクターブ上にジャンプするとこが難しいよね。ジャンプする前の音が弾き終わったら、先に目で次弾くところを確認して、目で場所を見つけてからジャンプするよ。先に手が行って探すんじゃなくて、目でここだよって探してから行きましょう。じゃあもう一回弾いてみるよ。上手にできたかな？またね。